こんにちは、かいちです。今回なんですけども、フロントミッションセカンドの攻略動画を作っていこうと思います。こちら、スイッチ版の方でリメイク出ていますが、そちらではなくて、オリジナルの方ですね、プレステ版になっております。1997年に発売されたゲームなので、だいぶ前なんですけど、こちらの発売日に購入して、挫折した組になっております。で、まあ、なんでこの動画作ったかっていうところなんですけど、まあ、挫折した後、時が経って、まあ、クリアしてみたんですが、めちゃくちゃ面白かったんですよ。まあ、フロントミッション好きの方って、まあ、いると思うんですが、このセカンドに関しては諦めてしまったっていう方いると思うんですね、自分みたいに。メッセージとしては、もう一回やろうぜっていうところなんですよ。ストーリーが、まあ、テンポも良かったし、内容もなんかこう、いい感じだったんですよ。最近のやつだと、割とこう、長いストーリーとかはあると思うんですけど、セカンドみたいにテンポが良くて、で、結構なんか、考えさせられるようなストーリーって、ありそうでないというか、なんか、まあ、普通にいいストーリーだったなっていうのが一つと、あとは、その、シミュレーションゲームとしても、難易度がいい感じで、まあ結構そういうタクティクス系が好きなんで、そういうのが好きな人からしても、いい感じの難易度でした。しっかりと事前に攻略情報を踏まえた上でも、なんかこう、ピリつくというか、ちょっと油断したらやられるっていう感じの、システムが非常にバランスが良かったですし、あとはスキルに関しても、正解がない感じがめちゃくちゃ良かったですね。自由度が高いというか、どんな感じでもいけますけど、どうするみたいな風に問われてる感じがめちゃくちゃ良かったんで、もう一周したいなって思うぐらいだったんですよ。ただ、いかんせん時間かかるゲームでして、まあそれはご存知の方多いと思うんですが、自分の場合だと、まあまあ遠回りして80時間ぐらいかかったんですね。で、当時のゲームとしては80時間ってかなり長いゲームだと思うんですよ。まあ今だったらね、その RPG とかで100時間超えとかはまあ珍しくはないと思うんで、それぐらいかかってもいいと思うんですが、そのほとんどがロード時間になりますから、割とストレスはかかります。分かっててもストレスはかかりました。それはしょうがないっちゃしょうがないですね。まあ税金みたいなもんなんで支払わなきゃいけない時間にはなると思うんですけど、それ差し引いても面白かったし、もう一回やりたいなと思いました。だけど、自分は結構積みゲーが多くて、次はフロントミッションウルトラアンティビューやりたいし、サード、フォース、フィフスとプレイしていきたいんで、いつになるかわかんないと思ったんで、将来自分が見返す時にも、こういうのがあったら絶対に助かるだろうなって思ったのと、もし自分がもう一回今回みたいにプレイする前に戻るとしたら、こういう情報があった方が絶対ありがたかったなって思うものなんですよ。YouTube 上の動画でフロントミッション2のこういった体系的ななんか攻略動画なかったと思うんですよね。なんか一個ずつのマップで攻略している動画っていうのはあると思うんですけど、なんかこういう風に進めていったら方がいいよとかっていうのが、網羅されてるものってないかなと思ったんで、今回作ってみました。なので、自分みたいに過去を挫折した人だったり、まあ、すでにプレイしたことのある人が、なんか振り返るにはいい感じの内容になってるんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひ見ていってください。メンバーは全部で12人。で、そのうちで決めた方がいいのが、誰を育てないかっていうことで、人数は4人。まあ、これは冷たいように聞こえるかもしれないけど、育てないだけで役割はあって、まあ、アイテムをバックパックに詰め込んで、あっちこっち行ってもらって、修理したりとか、弾薬の補充とかをしてもらうっていうことになる。まあ、後で話しますけど、格闘とか近距離のユニットっていうのは、軽ければ軽いほどいいっていう戦闘システムになってるんで、自分で弾薬とか、あとはリペアパーツみたいなのを持っておくよりは、そういった荷物持ち担当のバンツァーに全て預けてしまって、自分は出力だけを上げるバックパックを積んだ方が有利になるんで、それを育成することのない荷物持ちユニットに預けるっていうのがすごい合理的。で、しかも経済的。荷物持ちバンツァーを最新のユニットに変更する必要がないので、
バックパック分だけ出力があればいいんで、めちゃくちゃ弱いパーツを装備させてたとしても全然大丈夫。まあ敵に狙われたらやられやすいんだけど、まあそれはなるべく裏でコソコソするようにすればそんなに問題はない。で、こうすることで育成するユニットをまあ限定するわけなんで、そっちに経験値が集中しやすくて育ちやすくて、まあ敵を殲滅しやすくなるんで、部隊全体としての生存率が上がるので、いいことづくめです。まあ特にこれをしない場合のデメリットっていうのが、遠距離部隊ですね。自分がプレイした限り最も攻撃力が高いのが遠距離部隊です。これを育てるのが非常に難しいのがフロントミッションセカンドになるんで、おそらくここでつまずいて、中盤以降、敵を倒すことができなくなっていき、やめていってしまうっていうユーザーが増えたんじゃないでしょうか。ね、自分も多分その一人だったと思うんですよ。で、遠距離部隊は、例えばミサイルとかの弾が切れた時に自分でバックパックから、補充する場合はそれで一旦使うことになるし、攻撃の手数が減るんですよね、それをすることで単純に。だけど荷物持ちユニットがあれば弾丸が尽きたとしたら後ろからその弾を持ってきて、詰め込んであげて、で遠距離部隊は次のターンになったらまた攻撃できるっていうことになるんで、単純に遠距離がずっと攻撃し続けることができるっていう環境になりますからメリットがあります。では誰を選んでいくのかっていうところなんだけども、おすすめメンバー、まず遠距離の4人はマストでメンバー入りのはず、メイン戦力になるんで、なのでプラス残り4人を誰を入れるかっていうところを決めればいいと思います。自分の場合は近距離2人と格闘2人を選びました。ちなみに近距離からアッシュとエイミア、格闘ではロッキーとコーディを選びました。まずはこの近距離と格闘タイプの違いっていうところを、話していくと、おそらくパワーがあって相手を倒しやすいのが格闘タイプ、バンザー同士のバトルになれば格闘タイプは相手の足を攻撃することがないんで、ボディかアームしか攻撃を狙わないので、まあ、ボディに入りやすい、撃破しやすいっていうユニットになります。で、まあ、単純に火力もあるんで強くなりやすい。だけど、空中の敵を攻撃することができないっていうのがデメリットになるんで、近距離ユニットを選ばずに、まあ、格闘だけを選んでしまうと、そういった空中の敵を攻撃するのが遠距離部隊だけになっちゃうんで、そうすると結構小回りが効かずに、倒したい時に倒せないっていう場面も出てきてしまいます。なので近距離ユニットは入れておいた方がいいと。で、まあ自分はその近距離と格闘 2-2 で入れてみて、もうバランス的に全然悪くない、文句も何もなかったんで全然いいかなと思います。で、正直この近距離と格闘ユニットの中から誰を4人選ぶかっていうのはほとんど変わりはないかなっていうところです。なので好きなキャラでいけばいいんじゃないかなと思うんですが、一人だけ、押させてもらうとすると、格闘のトマスです。なぜかっていうと、オーナースキルでスキルアップレベル2っていうのを覚えます。これ何かっていうと、トマスと、あとトマスの周り8マス、のユニットのスキル発動率を 100% 上げることができます。で、まあこのゲーム多分もともとスキルの発動率が何パーセントかって発表されてないゲームなんじゃないかなと思うんですよね。結構いろんなサイトとか探したんですけど、そういった情報がないんで、まあ、体感で2割から3割ぐらいなんじゃないかなと思うんで、まあ、それが 100% 上がれば4割から6割っていうと結構な発動率になります。なのでもう1回初めからやるんだったら絶対トマス入れてオーナースキルを覚えさせる流れでやります。格闘や近距離は戦闘をこなしていれば勝手にレベルが上がるんで難しくない。問題なのは遠距離、序盤は特に攻撃が当たらない。当たらないから EXP が入らない。入らないからレベルが上がらない。そして諦める。まず知っておいてほしいのは命中率と回避率についての話。攻撃するときの命中率が影響するのは残り AP。
攻撃するタイプのレベル、格闘近距離の場合はユニットの出力の余力ということで、残り AP が多いほど命中率は良くなるし、攻撃するタイプのレベルが上がれば上がるほど命中率は良くなる。で、格闘と近距離の場合はこの出力の余力っていうのは何なのかっていうと、セットアップするときにボディが出力を左右するわけなんだけど、その最大出力に対してギリギリまでいろいろ装備させてしまうと命中率は落ちるっていう仕組みになっている。まあ、例えば両手に武器を持たせて、で肩にはシールドで、もう片方には例えばミサイルとかマシンガンとか、そういうことをやっていると命中率が下がるようになっている。で、遠距離攻撃の場合はこの出力の余力っていうのは関係ないんで、ボディの出力に対してギリギリまでミサイルとか、まあ、アイテムとかギリギリまで積んで全然影響はありません。まあ、なのでこの命中率の決まり方だけしても、遠距離っていうのは結構不遇になってんのかなっていうところがあって、残り AP だけど攻撃するのに6使うわけだから、序盤の時はもう一歩しか動けなかったりするし、残り AP はまあ1か0になるってことなんだよね。だからこれの時点でまず命中率は悪くなりやすいし、当たんないからレベル上がらないから、その攻撃するタイプのレベルが影響するんであれば、最初は苦しいというのはこういうところに原因があると。回避率っていうのはめちゃめちゃ簡単で、格闘近距離遠距離それぞれのレベルがあると思うんだけど、一番高いものが回避率に影響します。フロントミッション1の時みたいに複数の例えば格闘と遠距離両方上げていくみたいなことをすると非常に非効率なんで、やめといた方がいいんだけど、なので一つのタイプをレベル上げていくのがよくって、でそれがそのまま回避率に影響します。なんで、中盤あたりですごい不思議なことが起こったんだけど、コツさえつかめば遠距離のレベル上げってすごい簡単なんで、舞台の中で一番レベルが高いのが遠距離ユニットっていうことになるんだけど、一番前線に出しちゃって、敵からの集中砲火を受けても、回避率がめちゃめちゃ高いんで、全然攻撃を食らわないみたいな状態になることもありました。肝心の経験値の入り方なんだけれども、これは減らした HP 分だけもらえるというふうに考えれば OK、ダメージ量ではないところも結構ポイントなんだけども、自分みたいに最初ちょっと勘違いしてたのが、敵を倒した時にたくさん経験値がもらえるんじゃないかっていうファイヤーエンブレム的な考え方をしていたんだけれども、これが間違っていて、一番経験値をもらえる状態っていうのが、HP 満タンの敵の状態になるんで、これを意識しておくことが大事なので、例えばもう HP がスカスカの状態の敵に200とか300とか大ダメージを食らわせたとしても全然経験値はもらえないよっていうところがポイント。まあ一応例外的に戦車タイプの敵とかはちょっとボーナスがプラスされてたりするんで、まあここはレベル上げをするときにはちょっと考えておいた方がいいんだけども、まあ基本的には減らした HP 分っていうふうに思っておけば OK。なのでこれを踏まえてどういうふうに効率的にレベル上げをしていこうかって考えると、敵の足の HP っていうのを意識する必要があって、まあなんでかというと足を攻撃しないユニットがあるんだよね。それはまあ格闘タイプなんだけど、やりがちなのが格闘タイプ強いからガンガン前に進めさせて、まあ敵を攻撃していくと。でそうすると、まあ、運がいいのか悪いのか、ボディばっかに当たって、敵を倒してしまうと。で敵が一応倒れるわけなんで、うまい具合に攻略してるんじゃないかなっていうふうに勘違いしてしまうんだけど、実はこれが、経験値をもらえる量っていうのを減らしてしまっている、そんな行為っていうことになりますと。ということで、これを踏まえると、まず攻撃する順番っていうのを決めた方がよくて、まずは遠距離。その後近距離。で、足の HP がないか、少ない状態になったユニットに対して初めて格闘タイプを当てるっていうような作戦にすれば、割と、無駄なく
経験値が入るようになります。であとはこの順番というのが戦術的にもメリットがあって、遠距離を先に攻撃することで敵が回避するために AP を2消費してくれるんだね。なのでその分敵の攻撃の命中率あるいはあの回避率っていうのが下がるわけなんで、遠距離で攻撃した後近距離格闘タイプっていうのを向かわせるとその分だけちょっとだけど、まあ、有利になるよっていうメリットがあります。まあ、これ意識しておくと結構あの足当たれって思うようになりますね。そのまあライフルなりマシンガンなり、まあ、ミサイルでもいいんだけど足まず当たってくれっていう、それが一番こちらとしてはありがたいんだっていう風に思うようになるんで、これはまあフロントミッション1とか他のやつやってる時にはない感覚になるかなと思いますね。ということで敵はたくさん倒した方がいいし、なるべく足のパーツも破壊できるぐらいダメージを与えることができた方が得なんで、敵は全滅させていきたいんだけど、ミッションによっては敵を全滅させる前に終わってしまうものもあるんで、なるべく一つのミッションごとに、攻略情報を確認しながら進めていくのがおすすめ。まあ自分が分かってる範囲でいくとミッション10だとベンを撃破すると撤退が始まってしまうんで、損ですよと。自分はそれ分からずに多分 2,3 体逃したんじゃないかなっていうところ、ミッション15はパイプに火をつけることで敵の数を減らせますが、そんなことせずに全滅させましょう。自分もできました。でミッション20、ベンを撃破するとクリアになってしまうんですが、ベンを弾切れさせることでクリアしました。まあまあ回避率の高いユニット、まあ自分の場合はアッシュを向かわせたんだけど、これにずっとベンに攻撃させて、弾切れさせて、で、弾切れしたらもう攻撃できなくなるんで、その間にもう、周りの他のユニット全滅させて、最後にベンを倒してクリアするみたいなことをやりました。で、ミッション24も、どこまで進めると、なんかイベントが起こるみたいなことがあるんで、この詳細は確認しながらやっていくといいでしょう。ミッション27もベンを倒すとクリアになります。でミッション29、マップに工場の入り口が2箇所あって、まあ、どっちからでもその工場内に侵入するとクリアになるんで、そうするとまあ残ってる敵がもったいないんで、全滅狙いましょう。ミッション30、まあ、この頃にはもう完全にカンストしてるとは思うんだけど、一応時間制限のあるイベントが発生するんで、全滅一応狙っていきましょう。この動画の重要なパートに入ってきました。遠距離ユニットの育て方ということでやっていきます。その遠距離ユニットのレベルに応じて育て方変わってきます。まずレベルがかなり低い場合は、ひたすらミサイルバックパックに弾詰め込んでひたすら撃て、撃つしかない。で撃っても当たらないだろう、それで OK、 とにかく撃ちまくれ、当たったらラッキーだと思うぐらいで OK。 それで結構攻略情報にありがちなのが、序盤はロケットがいいんじゃないかみたいなことがあるんだけど、これ論外で、命中率の高いミサイルですら当たらないわけだから、それより命中率の低いロケットなんていうのは使う必要がない。で重要なのが各マップでの後半になってきたら、敵の数も減っていって落ち着いてくると思うんだけど、その時にようやく両腕とかが壊れてもう攻撃できないよっていう残した敵ユニットだったりとか、まあちょっと元気なユニットだったりしたら、周りを強いユニットで囲んで AP を削って、そこを弱い遠距離ユニットで攻撃して経験値を稼いでもらうっていうのが王道になってくる。こんな感じで手間暇かけて、ちょくちょくやっていくしかないんで、頑張ってください。でも1レベルでも上がれば命中率攻撃力結構上がるんで、まあ、結構って言ってもそんなにいいやけど、まあ、10% ぐらいクンと上がったりするんで、コツ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 頑張ってください。それでボーナスになるのが飛行ユニット、弾数無限大の対空ミサイルのおたけさん手に入ると思うんで、これを打ち込むと、まあ、大体当たれば一発で沈むんで、それで経験値はかなり稼げます。それで遠距離ユニットがちょっとずつ育ってきたら、ようやく、王道のグレネード戦略っていうのを行っていきます。まず方法から説明すると、敵がその射程範囲内にいれば使える武器になるんだけど、どこに弾を打ち込むかっていうのが選べるようになっていて、これを敵のいない範囲
自由な場所に打ち込むことができます。でこれを利用して、味方ばっかりを集めてそこに打ち込んであげれば、味方のバンツァーにダメージが入るわけなんだけど、このダメージ分、経験値がもらえてしまうというものになるんで、これを利用してレベルを上げるのが一番手っ取り早いと。ちなみにグレネードの範囲っていうのは十字で示された場所の中心部と、その周りの8マス全部になるんで合計9マス、これが効果範囲 になります。なんか最初自分は勘違いして十字マークが出るんでこの十字しか攻撃しないのかなと思ったんだけど、そうじゃなかったっていう、もうちょっと広かったっていうところなのでそこは注意で、もう一個は自分が勘違いしちゃったのが、グレネードはいつでもどこでも撃てると思ってたので、そこがそうじゃないよっていうところで、ちゃんと敵がそのグレネードの効果範囲内にいることが重要になるんで、そこもポイントなので、最後敵が攻撃できない状態で、まあ、最低でも1体は残しておいて、その敵の近くで味方ユニットを集めてそこに打ち込んで、経験値を稼いでいく方法ということになります。でここで回避率の話に戻るんだけど、味方のレベルが高いとそのまま回避率が高いユニットっていうことになるんで、遠距離ユニットのレベルが低いのにグレネードを打ち込んでもマジでかすりもしないっていう、全く当たらないっていう状態になっちゃうんで時間の無駄になっちゃう。なので、まあ各マップで1回でもグレネードを打ち込んでみて、結構まだ全然当たんないなと思ったらそのマップを諦めて次のマップでまた、ミサイルで、経験値を稼いでレベルを上げていくっていうような目安にしてもいいと思うんだけど、まあ1回でも当たり始めれば、経験値稼ぎをし始めるといいかもしれません。ちなみに、グレネードがヒットするとそのバンツァーのランダムなパーツ1個に対してダメージが入るんで、それを覚えておきましょう。で自分は遠距離ユニットは、通常時だと、まあ、普通のミサイルとグレネード積んで出撃させたりするんだけど、例えば飛行ユニットもいるマップの場合だったらもう最初から、通常ミサイルと対空ミサイル積んでいくんで、両肩がグレネードない状態でスタートすることになります。そういう場合は荷物持ちユニットにバックパックの中とかにもうグレネードを入れておけば、マップの途中でも、バックパックから直接その遠距離ユニットの肩にグレネードを装備させることもできるんで、この辺も操作慣れておくとまあいいんじゃないかなと思います。ちなみにこの装備を入れ替えるっていう仕組みを覚えておけば、例えば右手にライフルを装備しててその右手が壊されちゃったとしても、自分で右手のライフルを左手に持ち帰ることもできるんで、これは結構覚えておくと得な、仕組みだなと思います。ではこの流れでトマスのための特別コースの話を。先ほどの話でトマスはオーナーポイント270でスキルアップレベル2というのを覚えます。でこのオーナーポイント何かっていうと、何かしらパーツを壊すと1ポイントもらえるっていうやつで、まあ、ボディを破壊するとボディ分の1ポイントと、まだ破壊されてないパーツ1個につき1個もらえるっていうものになるんで、例えばボディを壊した時に、両腕が残っていて足がすでに壊されている場合だとボディ1個と両腕の2ポイント合計で3ポイントもらえますよっていうものになります。まあ、足1個だけ壊したら、1ポイントもらえるっていうようなそういう流れですね。でこの270っていうのがどれぐらい大変かっていうところなんだけど、自分はまあまあ意識してこのオーナーポイントを稼いでた子が最終的に、200いったかいかないかぐらいっていうところになります。なのでめちゃくちゃ意識して対策しないとこの270っていうのは達成できません。で幸運なことに、グレネードによる味方のパーツを壊すっていうやつも、オーナーポイント稼げるんで、まあ、おそらくこのグレネードによるポイント稼ぎは必須になるんじゃないかなと思われます。なので自分は今回のクリアまでにグレネードを使いながらその破壊されたパーツの回復とかはしてこなかったんですけど、それも必要になるだろうなと。トマスがグレネードで味方のパーツを壊す、で壊されたパーツをリバースで回復する。リバースで HP を満タンにする必要はないんで、半分回復するやつだけにしてパーツを壊しやすくするという工夫もしながら、
かなり地道な作業をコツコツとやることになるんじゃないかなと思います。で、きっとその価値はあるだろうなと。結構スキル発動の低いゲームになるんで、それを上げる唯一の方法になるんで、かなり一生懸命これはやることになると思います。このゲームで最も楽しめるところでしょうね。このスキル構成というのは何せ正解がない、だから面白い。まあ、ただいろんな攻略サイト、とか見ていると、このスキルはスピードにつながりやすいからとか、このスキルはスペシャルにつながりやすいからみたいな構成をして、これで4連チャン狙っていこうぜみたいな、おすすめの仕方をする人ばっかりだと思うんですけど、一言言わせてもらうと、夢見てんじゃねえっていうことなんですよ。自分は80時間プレイして、まあ、クリアしたわけですけど、4連鎖したの何回だと思います？ちょっと想像してみてくださいね。自分はもう一番最初からクリアするところまで全部録画してたんで、それ見返してみたんですよ。数えたんですよ。だから発表できるんですけど、何回だと思いますか？答えはね、1回なんですよ。数えてみてびっくりしたんですけど、1回しかなかったんですよ。すごくないですか？とりあえずその伝説の1回見てみましょう。ご覧ください、どうぞ。もう一丁、もう一丁、いいよ。ああ、前段行く。すっからかんじゃん。前パーツ行ったんかな。一応 96% だから外れる可能性もなくはないけど。いや、すげえな。綺麗に全部持ってくんやん。素晴らしい、ジョイス君。どんだけ稼ぐんやろ。おほほ。はい、ということで4連鎖ね、夢を見て4連鎖構成するのもいいっちゃいいんですけど、クリアした後の感想としては別に、スピードにつながりやすいとかスーパーにつながりやすいとか関係なく、もう入れたいやつ入れろと言いたいっていうのと、現実的に3連鎖まで行くのも結構難しいんで、3連鎖までを狙って、で、プラス1個はフィールドスキルとかも全然検討の範囲内に入るんじゃないかと言いたいね。それを踏まえてってわけじゃないんだけど、最終的に使ったスキル構成っていうのをご紹介しておきます。これは完成形ってわけではないんですけど、はい、格闘から、カウンターブローは入れといて損はありません。格闘タイプは戦闘において後攻になりやすいタイプなんですよ。逆に言えばこのカウンターが発動しやすい環境にあるんで、これは絶対に入れといた方がいいと。自分も実際これに助けられたことっていうのがかなりあるんで、囲まれそうな時ほどありがたいスキルで、ダブルパンチの注意事項は両腕が破壊されていないことと、あと殴れる状態であること。ハンマーとかの武器だと発動してくれないんで、ハードブロー、まあ、つまり何にも装備してない状態か、ナックル武器を装備してないとダブルパンチ発動しないんで、そこは注意。あとこれからもう一回やり直すとしたら、スタンパンチは絶対入れたいなっていうところですね。で、近距離の方はヒットアンダーウェイがマスト。フロントミッションセカンドでは近距離が弱体化しているっていうのは有名な話。実際クリアまでプレイしてみたら、近距離そんなに弱いかなっていうふうには感じたことはないんだけど、気になるのが敵が強すぎることなんだよね。特に敵のライフルと格闘がめちゃくちゃ強いんで、近距離で攻撃して、あと倒せなかった時に反撃を食らってこっちがやられるっていうパターンがかなりでかいと。
いうことなんで、近距離は徹底して削り役に回った方が多分得なので、ヒット&アウェイは絶対に入れといた方がいい。残念ながらこのスキルの後に連鎖するってことはないんだけど、とりあえずちょっと削って戦闘離脱できるんでノーリスクになると。でさらに敵のターンで格闘から攻撃された時も、とりあえずヒット&アウェイが発動してくれれば格闘攻撃食らわなくて済むんで、そういった面でも、かなり安全で、エイミアにこういうなんかマシンガンとか外放射とかを持たせるときはスピードを持たせるので、まあ、こんな感じはどうかなというところなんだけど、近距離は状態異常がテラーショットで狙えるんで、もう一回やるんだったらこれ絶対入れておきたいなというところですね。遠距離はもうフルブレッド L がマスト。これまでにも話しましたけど、遠距離部隊がめちゃくちゃ強いんですけど、その理由がこのフルブレッド L なんで、自分が今回 MVP だし一番好きだなと思ってるユニットがリーザ。フルブレッド L に加えて自分のスーパースキルが似たようなスキルで残弾を全部ぶっ放すっていうタイプのスキルになってます。で、注意事項としては、例えば1回の攻撃で3発撃つようなミサイルとかあると思うんですよ。だから2連鎖したら3発ボンボンボンで、連鎖するからボンボンボン、合計6発撃てるよみたいな状況になると思うんだけど、フルブレッドが発動してしまうと、例えば残弾が2つしかないよ、だけど1発につき3発撃つミサイルだよっていう風になったとしても、フルブレッドが最初に発動すると2発しか撃たないんだよね。これが不思議なところなんだけど、そうすると単純に火力がダウンしてしまうっていうところは注意しておくべきところなんで、フルブレッドを装備させるときは1回の攻撃で1発しか撃たない武器を装備させる必要があって、どういうわけか最強のミサイルっていうのがこの1発式なんだよね。しかも残弾が最も多い4発っていうやつ。それまでは残弾が3つまでが一番多いんだけど、こいつだけなぜか4発ということで、スクエアもメッセージを送ってんだよね。これをフルブレッドで使えと。で、よくよく考えてほしいんだけど、まあよくよく考える前にちょっと見てもらいましょうか。見てもらった方が早いね。フルブレッド系をちょっと控えていただくとありがたいんですが、やっちゃいましたか。しかも全部撃ったね。こういうことは1、2の3の4つ全部いっちゃいましたね。フルブレッドリーザー弁お願いします。打ち抜け、おお、シューティングスター、完璧。あ、2発やん。決まった、確定やね。かっちょいい。リーザさすがやな。いっとれ。おし。3発で OK。ほい。さすが。何はともあれ残り3発いいよ。1発目、2、3といくと、あれなんで3発余ってなかった。まあでもこれは作戦通りで、クリティカルがスピードにつながりやすくて、でフルブレッドに行くと。じゃあ弾込めしますか。でぶっ放しちゃう。来ました、シューティングスター。あ、2発でいいんや。
ボディ2連発かな。素晴らしい。ザリガニだね。お、シューティングスターレベル上がった。うれしい。2発いきますか。なんか剣みたいなの持ってんな。すごいね、かっこいいわ。セイバーってやつか。きたー。AP20 エグいね。 OK、 だいぶ減った。いいね。いきなりぶっ放していく。すげえ。綺麗に収まったな。いや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 。どっちが。いやいやいや、負けてんだ君。格闘と近距離はフェイントとデッドアングルがすごく気になりますね。やっぱり、まあ、発動率を上げる手段というのはそのスキルアップレベル1とレベル2のリーザとトマスしかできないんで、連鎖率を上げるしかないのかなって考えるとこの2つですね。しかもまあフェイントは結構序盤に覚えられるんで、もしレベルが上がれば、その発動率が上がるのであれば、序盤からずっと使い続ければ結構レベル上がるチャンスもあるんで、レベル3とかレベルマックスになってくれたらすごく発動するし連鎖もするしっていうスキルになるんじゃないかなと思いますね。で、近距離はやっぱりスイッチは使いたい。今回は諦めたんですけど、フロントミッション1やってた人だったらやっぱスイッチ入れたくなるでしょうね。まあ、やっぱりその出力の余力をなるべく空けようと思うと、両手に武器を持つと不利になるんで、ちょっと避けてたスキルなんですけど、次回遊ぶんだったらちょっとやりたいかなっていうところですね。まあ一応メリットとしては弾切れをいつするのかっていうのは読めないゲームになるんで、要はスキルの連鎖をたくさんしてくれればたくさん弾がなくなっちゃうんで、それがいつ起きるのかっていうのが分かんなくて、残弾数に気を配るゲームなんですけど、まあスイッチでこう両手で打ってくれれば一応消費弾数がその左右で分散してくれるんで、そういう調整は割としやすくなるのかなっていうところがメリットですね。あとはフルブレッド S、 まあこれはライフル使うとき限定になるんだけど、まあフルブレッド L のそのライフル版っていうことで、まあ残弾が9の時に使えば9連射できるっていうことを考えると、まあ、ドリームショットになるのかなっていうところなんだけど、まあリアルに考えるとそのバスーンライフルが2発もボディに当たれば多分倒せるんで、9発も必要ないっていうところだから、まあ一体どうなのかなと思うんだけど、まあちょっと遊びで気になるスキルではありますね。幸福勧告ですね。ちょっと気になったんでこのスキル、頑張って入手してみたんですけど、これで手に入るアイテムっていうのが、まあ限定品ばっかりなんで、パッと見なんかこう良さそうに見えるんだけど、よくよく考えてみるとスペック的にも普通にお店で手に入るものとか武器だったら闘技場で手に入るものの方が良かったりするんで、いらないですね。幸福勧告のスキルを覚えた後もその幸福させるまですごいなんか、大変なプロセスが待ってるんで、まあ、HP を限りなくゼロに近づけて近くで何十ターンも過ごして幸福させていくみたいな、そういうのが必要になるんで、なんかそこにやりがいを感じたりするっていうこともあると思うんで、まあ、別に余計なお世話だとは思うんですけど、スペックだけで見れば全然必要ないよっていうことですね。ほとんどのコンピューターはクロックアップしていくと移動力プラス1っていうのがモードで追加されるようになるんで、そのコンピューターであればまずは OK。
でネットワークに接続するとクロックアップをさらにもう一段階無料でできるんで、これはコンピューターのメーカーによって、接続方法とかパスワードが変わってくるんで、ここはいろいろ調べてやってもらいたいんですが、基本的にはもう移動力プラス1、それを無料クロックアップすると移動力プラス2っていうめちゃくちゃ強いスキルが手に入るんで、もうこれで OK。 まあ注意事項はクロックアップした後モードを変えることができるんだけど、これでちゃんと移動力がプラス1とかになってるやつを選んでおかないとこの効果が発揮されないんで、そこが注意。自分はクロックアップすれば自動的にそのコンピューターに移動力プラス2とかが、あとはスタン防止とかが追加されていくもんだと思ったんで、そこは気をつけてください。序盤のタイミングでデリカートっていうのが購入できるようになるんだけど、これが、格闘とか近距離タイプにはおすすめのコンピューターになって、パーツの回復をするスキルが手に入るようになります。最も HP の低いパーツの 10% が回復されるってもので、壊されたものは回復されないのでそこは注意ですね。でこのデリカートがお店で買えるタイミングは多分1回しかなかったと思うんだけど、自分が気づかなかったのが、その後もオンラインショッピングだったら今までのものって全部買えるようになるんで、ここで購入するのに慣れておくのが1個いいんじゃないかなと思いますね。まあそんなに使うこともないんだけど覚えておきましょう。で先ほどの幸福勧告の話に戻るんだけど、幸福勧告で手に入るアイテムの中にはコンピューターも結構あって、例えば遠距離攻撃消費 AP マイナス3とか遠距離射程プラス2とか結構魅力的に思うと思うんだけど、それよりも移動できないことの方が辛くて、その格闘タイプとか近距離タイプは軽くしているんで、その分移動距離っていうのが伸びるようになってて、ガンガン前進めるし、遠距離ユニットにはこの移動距離プラス2とか装備させるんで、ついていけるんですけど、もしこの消費 AP マイナス3とか遠距離射程プラス2とかつけてると全然進めないんだよね追いつけないっていう。だから前に進んでる人たちがガンガン敵を倒してやっていってるんで、まあ追いつく頃にはマップの攻略が終了しちゃってるみたいなことになるんで、なんか有利になると思って一生懸命幸福勧告で手に入れたコンピューターなのに使う機会がほとんどなかったみたいなことになりやすいと。まあそういう意味でもやっぱり幸福勧告っていらないよねっていう話になりますね。最初のマップをクリアして、次のマップに行くときにネットワークっていうのが使えるようになって、ここに接続して、まあ、一定のプロセスを経ればもう終盤というか、まあ、ラストステージまで使えるバンツァーとか、対空ミサイルとかが手に入るぶっ飛んだゲーム設定のフロントミッションセカンドなんですけど、これは有効に使っていきたいですね。嫌なバンツァーとか使うことはできるんだけれども、各パーツにそのランニングコストっていうのがあって、まあ、この辺よくできてるなと思うんだけど、出撃するだけでお金がかかるんだよね。だからマップクリアした時に報酬がいくらですみたいな画面になるんだけど、ランニングコストが高いと赤字になるっていうことになるんで、序盤はこの嫌なバンツァーをはじめその高級な、パーツっていうのは使わない方がいいですよと。でおたけさんは武器なんで、別に武器は維持費かからないんで使ってもいいと思うんだけど、これの行く先っていうのを結構しっかり考えた方がいいと思います。どういうことかっていうと、さっきにも触れた通り、このおたけさんはその遠距離部隊を育てるのにはとても役に立つ武器なんだけれども、前半はアッシュ組とリーザ組に分かれるんだよね。でこのおたけさんはその1個しかないんで、どっちかのチームにしかまあ行くことがないということになります。最速で手に入れちゃったらずっとアッシュ組にいるんで、途中でボズウェルにアイテムを持たせておけば、リーザと合流した時点でそれがまた共有して使えるんだけど、そうなると例えばリーザが初登場の時は飛行ユニットばっかの、結構難しいマップなんだけど、そこでおたけさんが使えないよっていうことになります。で別になしでも全然クリアはできるんだけど、例えばすごい苦手な人の場合はおたけさんあった方が絶対楽になるということになるんで、このおたけさんいつ手に入れるのかっていうのは考えた方がいいですね。まあ今振り返ってみて、じゃあ自分がもう一回やるんだったらどうするかなって考えたら、まあずっとジョイスに持たせるかなっていうところですね。なのでもう最速でマップ2のところで手に入れて、ずっとジョイスに装備させて
使える時に打ち込んでもらうみたいな、いうのが、まあ多分、一番運流効活用できるんじゃないかなと思っております。さあ、これもめちゃくちゃ重要ですね。めちゃくちゃ重要なんだけど、めちゃくちゃ複雑なんで、ここで詳細に説明するのは避けます。重要なことだけ伝えていきます。闘技場行って、パイロットを選択して、で、敵を選択すると、プライズっていう、まあ、報酬ですよね。戦闘に勝ったらこれだけお金をあげるよっていう金額が表示されるわけなんですけど、これがそのまんま、その選択したパイロットの強さってことになりますね。パイロットのスキルだったりとか、レベルだったりとか、あとは乗ってるバンツァーだったり、装備してる武器によってこの金額が変わるそうです。まあ、単純に強ければ強いほどこの金額は上がっていくよっていうことなんだけど、最強の武器を目指そうと思ったら、このプライズが2105を超えたら要チェック。この金額を超えると最強武器が手に入るようになるんだけど、注意点としては、同じ対戦相手からは1回しか報酬の武器が手に入らないよっていうことになります。具体的に話していきましょう。サルバトっていう対戦相手がいるんですけど、まあ、攻略情報とか見てもらえれば、あの5回倒すと最強の火炎放射器が手に入りますよ、16回倒すと最強のミサイルが手に入りますよ、45回倒すと最強のロケットが手に入りますよっていう敵なんですね。なんですけど、この敵をそのプライズが2105を超える前に倒していた場合、5回倒すとショットガンが手に入るんですけど、まあ、正確には5回倒すと次の6回目の対戦で、報酬がお金ではなくてアイテムになるよっていう意味になるので、ショットガンがまあ手に入るようになるんですけど、これもらっちゃうとその後強くなって、まあ誰でもいいんですけど、同じパイロットが強くなってでもいいし、他のパイロットが強くなってでもいいんだけど、プライズが2105を超えましたよっていうタイミングでもう1回挑戦しよう、もう1回5回倒して、6回目で、最強の解放射器手に入れようって思ったとしても、もう手に入りません。なんでかというと、違うランクのアイテムをもうもらっちゃってるからっていうことになります。なのでそこを気をつけてください。ざっくりした説明になるとそういうことです。自分はこれをミスったせいで、最強のミサイルを取り損ねたので、身をもってその痛みを学んでおります。で、そうだな、おすすめの武器を紹介しておくと、最強ライフルのバスーンライフル、最強火炎放射器のファイア&エース、これはエイミアにおすすめですね。そのスピードとかハイスピードをやるときに一発あたりのダメージが多いやつを増やした方が得なんで、そうすると弾数の多いマシンガンよりも火炎放射の一発のダメージの方が大きいんで、こっちの方が得になります。で、最強格闘装備の金エイジナックルってやつはロッド装備じゃないんで、ダブルパンチも発動できるんで、おすすめですね。で、最強ミサイルのレッドクロー、最強対空ミサイルのプラバー SS、 まあ一人はおたけさんでいいんですけど、それ以外は対空ミサイル必要になるんで、その中でも最強がこちらですね。はい、おしまいです。重要なことはもう結構全部詰め込めたかなと思うので、まあ、この動画の役割は果たせたかなと思います。まあ、細かいことは言い足りないことたくさんあるんですけど、まあもう一度自分がプレイするとしたら、そこまで重要じゃないかなと思うんで、この辺にしておこうかなと思います。まあ、やっぱりもう一回やるとしたら、スキルレベルがマックスにできるかどうかっていうところにチャレンジしたいと思うんで、最終的に使うスキルっていうのを決めて、なるべく早めにレベルアップしてそのスキルを覚えて、あとはひたすら戦闘回数増やしてスキルのレベルアップを図っていくんじゃないかなっていうところですね。まあ、戦闘回数増やすためにあえてちょっと弱めの武器を使って敵を倒しにくい状態にしたりしてっていう工夫もするんじゃないかなと思っております。ということで、もしですね、自分みたいに過去挫折したんだけど、この動画を見てちょっともう一回チャレンジしようかなって思った方、ぜひやりましょう。クリアするとめちゃくちゃ感動します。これはね、挫折した組にしかわからない喜びなんですよね。まあ自分みたいにその26年分なんか溜め込んでると感動の大きさもかなりでかいっていう、これは得なことなんで、ぜひチャレンジしましょう。あとはクリアした方でも、なんか
この動画見て思ったこととかあったらぜひコメント欄で教えてください。あとはここまで見ていただいた方はグッドボタンの方もお願いします。今フロントミッションセカンドをもう一回やるのがいつになるか分かりませんし、このシリーズで次やりたいのはオルタナティブなんですけど、これもちょっといつになるか分からないんで、それを楽しみにしつつ今後もねゲームで遊んでいきたいと思います。ではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。